稽古は一瞬意識がずれたらもう、ああもう何もない。それ以降はこの説問が読まれてる間に次のを読む、うん、覚えてる状態にしとけば読まなくていいので、はい、はい、Nice to meet you. Hello there. Hello there. 始まりました。Today, I have to confess you that I have started the studying English from the day before yesterday. I have a lot of excuses, you know? Excuses? I have a lot of excuses. I have been to trip. Yeah, that's right. By bike. I was really worried. Shimanami Kaido, you know? I checked it. So I went there for part. I was a leader, so I have a lot of things to do. So okay. I can't study. All right. You're not able to study either. で、ちゃんと、一昨日から真面目に始めました。一昨日。しかもかなりハードに。お。で、you know, I can.じっとしてらんない。じっとしてらんない。なので、Sit still. なので、Sit still. で、とにかく、リスニングがね、うん、難しい。難しい。で、ちょっと意識がそれると、うん、もう、あとよ、何言ってんのってなっちゃうね。で、じっととにかく聞いてるのがすごく、こう、うんね、要するに分かんない会話が時々必ず出てくるじゃないですか。そうそうそう、ね。ね。日本語みたく、俺多分、ラジオやテレビで喋ってることもね 99.5% 理解できてるんですけどね、はいはいはい、そうですね、あの JK 用語以外でも分かるからね。なんで途中から聞いてもああ何言ってると分かるんだけど、英語は一瞬意識がずれたらもうああもう何言ってるか分かんない、何が分からない、ああなるほどなるほど。でじっと聞いてるの苦手だから、ここで考えたの、オーディオブックっていうのがあってね、ああありますね、それを、その存在を知って、最初に流してたやつだいぶ難しいやつでしたけど、それはあれは日本経済のやつなんですけど。でね、インプリメンティングとか言ってましたからね、うん、インベスターって何でしたっけ、えインベスター、インベストは投資する、でインベスターっていうのは投資する人です、ね、ね、はい、でいろいろもう初月無料で毎月700円で、いろんな、こんなオバマ大統領の演説からからっていうか、じゃあ下からいくと3匹の子豚から、あでオバマ大統領の演説や、さっきの日本経済とか案件動画みたいな。いや、そうそう、食べてる。で、とにかくただこういうのじっと聞いてることできないじゃないですか。なるほど。そこで考えたのが、うん、これね、しかもこれ、ほら、iPhone11、そこははっきりこのために買ったの。マジっすか、はっきり言って。このために買って、まあ、あと旅行行くのに使ったからね。いや、実際、本当、これ、オーディオブックがあるっていうのを知って、で、とにかくじっと聞いてるのが難しいっていうのが分かったから、で、あと太ってきたっていうのも、その、はい、答えは何でしょう、え答えは何でしょう、散歩しながら聞くんですよ。ああ、はい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 、ね、散歩、あの自転車だと、まあ、いくら公道じゃなくても公園の中でもさすがにこう、そうね、聞きながらやばいし、やばい、あと、ね、自転車だと結構ね、個々に集中しなきゃいけないんで、歩きだったら別に早く歩かなくてボケッと歩くだけだったら集中して弾けるんで、ある程度長い文章を、昨日はその80日間世界一周46分のやつを最初聞きながら歩いて、途中最後あの女の人と結局戻ってたんだけど、女の人と戻ってた、俺じゃないよ、主人公かな、あ主人公、いやいや散歩出かけてって女の人そんな超難ポじゃない。で主人公が女の人と帰ってきたんだけど、80日間世界、ちょっとは内容知ったんだけど、まだ飛行機がない時代に80日間世界一周できるかっていう賭けをして帰ってくるっていうぐらいの内容は知ってたから、あそんなことやってんだろうなっていうんで、でも途中女の人と出会って一緒に帰ってきちゃって結婚したから、この人と知り合っていきたってちょっと分かんなかったなっていうんで、しょうがないから46分だから、はいもう1回して2回目をしながらさらに歩いて、おおやったわけですね。で2回聞いて、あ女の人はこうやって知り合ったのかっていうのがやっと分かって、でまだこうちょっといまいち理解できないとこだったから、今日もで実はちょっと80日間世界史をちょっと調べたら、あちょっとそういった予備知識を入れて歩き出したらまた内容が分かってきて、だんだん聞き取れるようになってきてっていうような勉強してます。じゃあ楽しんでやってるんですね。そうですね、はい、今日この公式問題、公式問題ね。あ結構ほら丸多くでしょ。ざっと右6割ぐらいでしょ。6割、7割、7割ぐらいでしょ。30番までしか行ってない。そもそもシステムが分かんねえのも最初。
どういうシステムで始まってるのか分かんなくて、でやっとシステムを理解してから、うん、あのこっちのあれサンプルをやってるうちにだんだん、あ、形式が分かってきて、で、うん、やってたらテスト1が始まったから、うん、テスト1の写真見て何してるかを答えるのは簡単、うんね、うん、いつも間違ってるしょうがないんだよであと難しいのがこのあれってのは、私は4ね。でもこれ始まる前にこれ読んなきゃいけないの。そうそうそう、それが大変で、しかもどれぐらいの、この始まる前にどれぐらいの余裕があるんですか。だから基本的には40何秒間だいたい持てる時間があると思って、そのこのこれのに対するない文章が始まるまでに45秒ある40何秒、まあ、だこの設問読むじゃないですか、うん、その設問の長さとか、あとはページをめくるときはこの Go on to the next page って言って8秒プラスされたりするので、うん、あとここは何、実際の試験でも読んでくれる、読んでくれます。あ、じゃあこれ読んでる間がチャンスだね。そうです、一番最初はこんなの全然聞かなくていいから、そうそうそう、その間にこれを一生懸命読んで、あ、きっとこんなような話が出るんだなっていうのをまず頭に投げるね、うん、そ, それ聞かずにやったら全然できなくて、え文章聞いてからはいっていう問題見たらもう、ね、あの、なんでじゃあこのあらかじめ説問は読む、この読まないとダメです。この説明の間に読める猶予はある。最初の3問はそうですね、はい、最初の3問はこのパーステージのディレクションズがあるんで読めますけど、 それ以降はこの説問が読まれてる間に次のを読まないといけない。聞かれるかなはあらかじめ知っておいて、でもう文章を聞いた瞬間にはもう3つパッ、聞きながら答えていかなきゃダメです。3つパッともう答えちゃうしかないよね。3つパッってか、まあ、順番ですけど、順番にもう聞きながら答え、うん、でもこのだって説問はもうすでに自分が読めるわけだからね。そうそうそう、もう読めるから、この説問が流れてるときは次のを読めなきゃいけない、うん、これが大変なんですよ。デュアルタスクですね。デュアルタスクが2つってことですね、うん、そう、マルティタスクをしないといけないので、うん、本当にそれができない人が多いんですよ、はい、そこをまず攻略しないと。でどん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 、実際の試験ではどん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 音が流れていっちゃって、そうそうそう、それこそさっき言ったあのほんの一瞬意識が飛んだ瞬間何も言ってるかちっとも分かんなくなっちゃう。それが怖いですね、うん、はい、だからどんどん遅れてっちゃう人が多いわけです。もう先に読めなくなっちゃって、うん、でああどうしようどうしようってなっちゃう人がすごく多いパートなんで気をつけなきゃいけない。でその時にちゃんとやっとかなきゃいけないのが、まず設問同じのがいっぱい出るんで、うん、What is the conversation mainly about なんていうのはこれもうお決まりのパターンというか、しょっちゅう出てくるやつなんで、うん、俺さ、プラブラムもそうですね、これも。大体最初は主題を聞くんですね、どんなことについて書いてるか。それが多いです、はい。うん、全部じゃないですけど、うん、主題が1個目になってることが多かったり、あとどこで働いてるとかですね。だから、ここの後ろに載っけてありますから、その、ここの設問、設、うん、問集が載ってるんで。これ素晴らしい本ですね。いやいや、あれやってなきゃ、もう終わってないと、もう終わってないと、これ。うん、やったんですか、ちゃんと全部やった。名著だねこれ。今世紀最大の名著だね。もう今世紀。いや、もうそこにちゃんと載ってますから、うん、それ覚えてる状態にしとけば読まなくていいので。はい、わかりました。そこをやっていくことと、あとは選択肢の見方とかですね。うん、ちゃんとこの例えばアットアが全部並んでるから同じだから読まないとか。あ、はい。そういう。アットぐらいまで読んだって 0.2 秒じゃん。その 0.2 秒めちゃめちゃ重要ですよ。トイックは1秒1秒が超大事なんで。うん、すげえ集中して聞かなきゃいけないっていうのを感じてすごくそうナーバスナーバスですね、ナーバス、はい、本当大変ですよ、はい、しっかりやんないといけないですね。いつでしたっけ。12月15日、はい、あと1ヶ月だね。でパート5とかやったんですか。6、7とかあれパート5やってねえ。Today my year is Sunday。 Year is Sunday。 耳が日曜、うん、知らない、うん、ボンチさんの今日耳日曜っていう。知らないボンチおさむ。全然知らないです、うん、そうなんですね。じゃあまあこの、ね、もうちょっとだってなんせね、うん、I have started studying from before the day before yesterday だから、まあその場合は過去形で、ね、はい。はい、で I will study hard every day ちゃんと every time ちゃんと every second。 そう、これでも投資でやんないといけないですか。はい、ちょっとじゃあ5やってもらいますか。え、5、はい、音声あるんですか。いや、音声じゃないですよ、これここ。あ、人にあれだよ、くあの塾講師がやる生徒にやらして時間稼ごうっていう。え、どういうこと。ああ、そういうやつですね。いや、生徒がやってこなかったからそう、生徒がやってこないときって、あの、じゃあお前ちょっとやってみろって言ってね、その間あのボケっとしてるっていう、はい、いいね、先生って。はい、そう、はい、じゃあ、I will try it、ね、This one。 そう、オンリーリーディングね。
そう、だパート6ぐらいしか、だってこの後行かなきゃいけないから、多分パート5ぐらいしか。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.